エンストロム480エンストロム480はエンストロームヘリコプターコーポレーションが製造・販売している小型多目的ヘリコプターである。メーカーではタービン480バイトの表記も使用している。アメリカ陸軍の新練習ヘリコプター向けに開発されたものの選定の結果採用されなかった TH-28 を民間向けに改造した機体である。機体は エンストロム280をベースにタービン化し、キャビンを拡張したしたもので、エアコンや写真撮影用の窓などのオプションも提供しているが、消防、警察向けの需要も見込みストレッチャーやサーチライトなども提供している。また基本的に陸上機であるが軽量であるため、純正オプションのフロートを取り付けることにより、限定的ながら着水も可能である。エンジンには、 シュワイザー330や r ス8などに搭載されているアリソン 250C20W を採用している。アメリカ陸軍には採用されなかったが、軍用の練習機としての売り込みは継続しており、日本はじめ数カ国で採用されている。480TH-28 に座席を5つ,つ、設置して民間向けに改造したモデル。 1993年11月に FAA 形式証明を取得。480バイト480の出力を強化し、総重量と積載量が約150ポンド増加したモデル。2001年2月に FAA 形式証明を取得。480バイトガーディアン480バイトの警察・保守機関向けモデル。オプションである機種カメラとサーチライトが 標準装備されている。TH-28-280FX にターボシャフトエンジンを搭載し、メインローター、キャビン、スタビライザーを大型化した機体。軍用練習機、パトロール用として6機が製造された。インドネシア・エストニア赤道ギニア日本対王国カナダ、陸上自衛隊 TH-480、B 練習ヘリコプター陸上自衛隊で教育用に、 使用している O-6D の後継機として、機種選定が480倍と MD500E、シュワイザー 333M との総合評価落札方式で行われ、2010年2月10日に TH-480B として選定。2009年と2010年度予算で各1機、2011年度予算で3が年度分28機の集中調達で、 合計30機が調達された。自衛隊が同社のヘリを導入するのは初であるため、内部文書では単にエンストロムと表記されることもある。1号機は2011年2月25日に仙台空港内のジャム湖仙台整備工場へ納入27日に明けの中屯地へフェリーされ28日に受領式が行われた。飛行実験隊で性能確認試験。 部隊使用承認後は航空学校で要員教育を実施2013年4月以降に練習ヘリコプターとして運用が開始され2015年2月にまでに前期納入された自衛隊機としては珍しく塗装はメタリックブルーにゴールドのラインが入れられたメーカー標準色に自衛隊機としての国籍所属表示やシリアルナンバーが記入された状態で運用されている th-480b 導入に合わせ、o-6d で演技を行っていた航空学校の教官によるアクロバットチームスカイホーネットはブルーホーネットに解消した。th-480b のエンジンは o-6d に採用されているアリソン 250c20 バイトよりも出力が低い、ため速度が遅く、飛行場から大きく離れずに連続して、 演技を披露できるメリットが生まれた。出展、エアロファシリティ株式会社所言性能、エンストロームヘリコプターコープ、チョーズン 4JSDF トレーニングプログラム、エンストロームヘリコプターコーポレーション。2011年3月26日閲覧、エンストロームヘリコプターコープ、ウィンズロイヤル、タイア,アーミートレーニングプログラム、エンストロームヘリコプターコープ。 2011年3月26日閲覧。陸上自衛隊新練習ヘリコプターの選定結果について。2012年8月17日閲覧。我が国の防衛と予算平成23年度予算の概要防衛省練習ヘリコプター TH-480B による飛行開始予定について。2012年11月25日閲覧。 乗り物ニュース2016.0702知られざる陸地の青きヘリチームブルーでもインパルスでなくホーネットエンストロム480バイトスペック2011年3月26日閲覧ありがとうございます